ためだけに生まれたサイヤ人、そんな感情があるの。さすがにやるな。だが俺は弟よりも多く変身できるのだ。光栄に思うがいい。俺の究極の変身が見られるのは。壊しは気が済むんだ。
それにしても孫悟飯、やっぱり生きていた。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも。俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。そして3年後、人造人間、今日こそは許さないと。ご飯さんの敵、俺が取る。ガキが懲りないね。なぜか気に入らないんだよ。確かに以前よりは数倍パワーは上がっている。何？ガキが攻撃が直線的だよ。そうやって疲れるだけだ。かわされてきた。俺は乗り込んだ。ガキ人の心で。おあいにくさま、俺たちのエネルギーは永久式で無限です。完全に繊維を失っちゃったみたい。そろそろ蹴りをつけようね、17号。何のためにこんなことを。ドクターゲロは世界を征服するために俺たちを救ったらしい。そんなこと言うの？人間を見ると腹が立つんだ。私たちは人間が嫌いなんだよ。許さない。とどめは私が立つ。